小の学生たちの将来の夢についてインタビューしてみましたのコーナーです。イエーイ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 。じゃあ画面と名前教えてください。音楽放送ビジネス科佐藤真希です。はい、じゃあ真希さんの将来の夢や目標について教えてください。将来の夢はいろんなイベントの企画をしたいです。お、イベンター、はい、になりたいですね。じゃあそのために今頑張っていることはありますか？今はいろんなイベントをするライブだったりとか、うん、スタッフをすることで、うん、雰囲気だったり仕組み的なのイベント運営とか、はい、うん、今日もね先輩が卒業ライブとかを企画してやってるし、いつも真希さんは頑張ってますね。じゃあ、 将来の夢を実現するために頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございました。